第3次マイソール戦争。第3次マイソール戦争。第3次マイソール戦争。英語、サードアングロ。マイスーアオウ、カンナダ語、タミル語は、1789年、あるいは1790年から1792年にかけて、イギリス東インド会社とマイソール王国との間で、南インドで行われた戦争。この戦争は、 ティプー・スルターンのケーララ地方侵略が直接の契機となって勃発し、イギリスはマラーター王国とニザーム王国と組んでマイソール王国と戦い、最終的にその首都シュリーランがパトナを包囲した。講和後、マイソール王国はその領土の半分を同盟国に割譲し、多額の賠償金を支払わなければならなくなり、その国力は大きく削がれることとなった。 1784年3月、第2次マイソール戦争が終結した後、デカン地方及び南インドの情勢は不安定となった。1785年以降、マイソール王国はマラーター王国と交戦状態に入った。これには以下の理由があった。第二次マイソール戦争中の1782年5月、マラーター王国の財務大臣、ナーナー・ファドナビースは、 イギリスとサールバイ条約を結び、第一次マラーター戦争を終結させた。1780年、マイソール王国とマラーター王国は、繁栄同盟を締結させていたため、これは明惑に違反するものであった。マイソール王国の支配者、ティップ・スルターンはこの裏切りを恨み、マイソール王国とマラーター王国の対立は終わらなかった。マラーター王国は、 マイソール王国に本国まで攻めいられ、これに苦しんだナーナーファドナビースは、ドークマイソール王国を警戒していた、ニザーム王国と同盟を組んで対抗した。その後、1787年2月に、マイソール王国とマラーター王国との間では僕が成立し、ガジェーンドラガド条約が締結された。とはいえ、それ以降もマラーター王国は、ニザーム王国と共に、 マイソール王国に対して警戒に当たり続けた。両国にとってマイソール王国とティプーするターンの軍事的脅威による憂いを除することはもはや最優先課題となっていたのである。すでに第一次マイソール戦争と第二次マイソール戦争においてマイソール王国から停滞を打撃を被っていたイギリスも同様であった。イギリスもまた南インドを 植民地化する上で最大の障害でとなっていた、マイソール王国の排除を望んでいたのである。1788年、イギリスはすでにニザーム活上されていた北サルカールのグンドゥルを手に入れたが、ニザーム王国にその代償としてニコ大隊を与えた。この行動は、マイソール王国領にイギリス軍を近づける結果となったが、ニザームのイギリスへの援助を保証するところとなった。 そうした中、1789年に、マイソウル王国領である、マラバール海岸一帯で反乱が起きた。ティプースルターンは、軍を送りこれを鎮圧したが、殺害を免れた反乱者は、ケーララ地方、トラバンコール王国とコーチン王国へと逃げ込んだ。1789年12月、ティプースルターンは、コインバ通りに軍勢を集め、マイソウル軍が、 トラバンコール王国の領土に侵攻した。各種手領国は交戦状態となり、トラバンコール王、ダルマラージャはイギリスの援助のもと、マイソール軍を迎撃するため要塞による防衛線を張り、同月18日にネルムコールタで戦闘を交えた、ネルムコールタの戦い。これが第3次マイソール戦争の始まりであるとする説がある。 第二次戦争の講和条約であるマンガロール条約では、同国の不可侵が定められていたため、これは、マイソール王国を脅威とするイギリスに対して、戦線の口実を与えてしまう。だが、ベンガル総督、チャールズ・コーン・ウォリスの怒りは、ティプー・スルターンではなく、マドラス成長の弱腰な態度に対して向けられていた。1790年4月、ティプー・スルターンは、 トラバンコール王国に再び侵入してネズムコーッタの防衛線を再び攻撃し、同月末にこれを破ったが、トラバンコール側の反撃に合い大きな損害をした。同年5月24日、イギリスはマイソール側のトラバンコール侵攻による条約違反を口実に宣戦し、マイソール領に侵攻した。同月末、マドラス軍指揮官ウィリアム・メドーズが マイゾール王国から、はるか南方、ティルチラーパッディを出た。ベンガル艦区からは一死体が駆けつけ、これを援助する三段であった。七月二十一日に、メドーズが、コインバートルへと入場した。ティップ・ウスルターンに派遣されたサイード・サーヒブの騎兵、四戦がこれに相手したが、追い払われてしまった。イギリスによって、コインバトールが占領された後、パールガート、 リディンギグルなども落とされた。メドーズはコインバトール地方を占領した後、軍を大死体に分け、コインバトール、パールガート、サティアマンガラムに置いた。9月2日、ティプスルターンは4万の軍勢で首都シュリーランガパトナから出撃し、同月9日に峠を越え、13日にサティアマンガラムを攻撃したサティアマンガラムの戦い。 その後、イギリス軍はヤインに乗じて逃げ、コインバトールへと向かったが、マイソール側の騎兵1万5千がこれを追撃した。しかし、これは、救援に駆けつけた、メドーズの軍勢によって撃退された。その後、ティプスルターンは、イギリス軍の主力の動きを見ながら、マイソール軍に、イギリス軍の連携や供給を立たせようとした。11月初頭、 彼は小規模なベンガル艦ン軍を攻撃するため彼の大部分の軍勢を動かし、メドーズを欺いた。このベンガル艦ン軍9000は、マクスウェル大佐によって率いられ、カーベイリパッティナムにまで達し、同地の補強に当たっていた。11月14日、ティプースルターンは、カーベイリパッティナムを攻撃したが、カーベイリパッティナムの戦い、これを突破することがでかす、南へと向かった。 メドーズは、ベンガル管区軍から何の連絡もないことを心配し、マドラスが陥落すると、イギリスの尊厳に関わるため、同地を防衛するために、大急ぎで引き返した。同月17日には、メドーズはマクスウェルに合流してこの軍勢に加わり、マイソウル軍の追撃に向かった。撤封スルターンは、カルナー高地方を縦断して南へと向かっていたが、 イギリスの拠点でもあったティルチーパンリとそこから供給される物資に目をつけ、メドーズが到着する前にこの街を略奪して破壊した。彼は最終的にフランスの拠点であるポンリシェリーにたどり着き、イギリスに対抗するための支援を期待した。しかし、フランスはフランス革命の真っただ中であり、支援を得ることはできなかった。一方、マイソール軍を追っていた。 メドーズの軍勢は、マドラスへと向かい、同地に到着後、軍の指揮権を軽かったからやってきた、チャールズ・コーン・ウォリスに返上した。また、イギリスは長期にわたる交渉を行った末、マラーター王国、ニザーム王国とのマイゾール王国に対する共同戦線を引き合意に至り、同年6月1日に、イギリス、マラーター王国、ニザーム王国の三者同盟が成立した。これにより、 マラーター王国、ニザーム王国も攻め入ることとなった。同年の夏の間、パラシュラームバーウに引きられたマラーター軍3万が、マイソール王国の領土へと向かっていた。これには、ボンベイのイギリス軍主体も同伴していた。彼らは、ダールワールへと向かい、長期にわたる、包囲の末、1791年4月にこの地の守備隊を降伏させ、ダールワール包囲戦。 5月初頭にトゥンガバドラー川を越えた。また、同年1月、マラーター軍の第二軍でもある、ハリパンと率いる、騎兵2万5000と、不評5000の軍勢がプネーを出発し、マイソウル王国へと侵入した。この軍勢は、マドラスから送られたイギリス軍主体によって、支援されていた。一方、マッハーバとジャングに率いられた軍勢もまた、 マイソール王国領に侵入し、前年10月に、その守備隊が牢城する、コッパルを包囲し、コッパル包囲戦、4月にこの地を落として、さらに進撃していた。それより、以前、1790年末に、イギリス軍は、マラバール地方にも進撃し、12月初頭に、ジェームズ・ハートレイ率いる軍勢が、トラバンコール軍と共に、カリカットで、マイソール軍を破った。 カリカットの戦い。1791年1月29日、コーンボリスは、ベルールにいた、イギリスの主力軍と合流し、その1週間後に、西へと向かい、西ガッツ山脈を越えた。これは、ティプーするターンに、ポンディシェリーを諦めさせ、バンガロールへと急がせた。また、ティプーするターンはいくつかの峠に防衛線を張らせたが、コーンボリスは、 見せかけの攻撃に数度あった後、急に北に曲がり、2月21日にムルゲート峠を縦断した。彼は実際にほとんど抵抗に合わず、3月5日にマイソール側の主要拠点バンガロールの城門に到着した。これに対し、ティプーするターンはバンガロール城を強化して守備隊を強化したが、コーンボリスが包囲を始めたとき、自身は主力の軍勢へと共にあり、 木内の彼らと連絡と取るにとどまった。結局、白は彼の援助なくして戦わなければならず、3月21日に落城した。コーンボリスがバンガロールダッシュに力を入れたのは、この地をシュリーランガパトナ進撃への拠点にするためであり、同盟軍を刺激するためでもあった。一方、ティプスルターンに与えた衝撃も大きかった。その後、 コーンボリスは補給のキャラバンに会うため、そしてニザームの軍勢と合流するために、北へと向けた。そして、4月12日に、バンガロールからおよそ80マイル、130キロメートルの地点で、デージウント率いる、ニザーム王国の軍勢と合流した。一方、ハリパントは、カルヌールに達した後、ニザームと協議している間、コーンボリスがバンガロールを攻略してシリーランガパトナ。 向かっていることを知り、イギリス軍に合流するためにカルヌールを離れた。この間、イギリス軍は、シュリーランガパトナを包囲する前に、バンガロール周辺の地を少しでも多く獲得しようとした。5月15日に、コーンウォリスは、カーベイリ川を溶かしようとした際、ティプー・スルターンの襲撃を受け、アラ・ケーレイで戦った、アラ・ケーレイの戦い。結局、マイソール軍は、 イギリス軍に敗れ、ティプースルターンは、シュリーランガパトナまで退却せざるをなかった。かくして、マイソール王国の首都、カーベリ川の中にあるシュリーランガパトナまで至った、イギリス軍であるが、ここで問題が生じた。シュリーランガパトナがまず非常に、難攻不落であったこと、マラーター軍が近くにいなかったこと、マラバールからやってきて合流した、アバークロンビー率いるイギリス軍が非常に飢えていた子も、 あり、包囲ができるのかが疑問となった。また、包囲にあたり、コーンボリスと前線にいたメドーズは連絡と補給が分断されるのではないかと心配になり始めた。結局、工場砲兵にまで損害が出始めたので、シュリーランガパトナの包囲ができるのか、コーンボリスは悩んだ末、同月二十五日に包囲を断念した。包囲は、用意周到な準備ができてからにすることにして、 バンガロールへと引き返した。その3日後、同月28日にハリパントに引き入られたマラーター軍がイギリス軍と合流した。コーンウォリスは軍勢と共にバンガロールへと引き返したため、マイソール軍はイギリス軍をコインバトール地方から一掃をしようとした。6月11日にマイソール軍がコインバトールを包囲した際、コーンウォリスの撤退命令にもかかわらず、 チャーマーズ中尉はこれを無視して戦い、コインバトール包囲戦、11月6日まで持ちこたえた。シュリーランガパトナから、イギリス軍が撤退した後、マラーター王国のパラシュラームバーウとニザーム王国のテイジーンとは、マイソール王国の領土北部を手に入れていたため、同盟軍から離脱していた。離脱後、パラシュラームバーウは、マイソール王国の領土であるビダヌール地方を狙い、 イギリスの協力もあって、ホーリー・オノレとシモガを獲得していた、ホーリー・オノレ戦領、シモガの戦い。だが、ティップするターンがビダヌールに進撃してきたため、彼は同盟軍に残り続ける結果となった。一方、チャールズ・コーンウォリスの弟ウィリアム・コーンウォリスは、マドラスの補給ラインを確保するため、タラッセリーの海岸で、フランス軍と戦った、タラッセリーの戦い。 その後、彼は、マイソール王国との戦いに従事し、11月に、ナンディドルガを、ナンディドルガ包囲、12月に、サバンドルガを、サバンドルガ包囲戦でそれぞれ素早く落とした。彼は、莫大な物資の供給を十分に調達させ、自身のイギリス軍と同盟国の支払いを払うよう、指示した上で、マイソール軍にスパイを放ち、戦力と指揮を密告させた。一方、 兄のコーンウォリスは同盟国との関係に苦慮していた。マラーター軍のパラシュラームバーウとハリパントを軍に離脱させないようにするため、時には彼ら二人に賄賂を送らなければならなかった。ニザーム軍に関しても同様であった。1792年1月25日、コーンウォリスはイギリス軍22000とニザーム軍18000を率いて、 サバンデルガからシュリーランガパトナに向けて進撃し、アバークロンビーはマラワール海岸から同地に向かった。マイソール側はイギリス軍をシュリーランガパトナに近づけぬよう、その行列を妨害し続けたが、進軍を止めることはできなかった。このため、コーンボリスはバンガロールからの供給を保つため、一連の全焼地を建設しなければならなかった。2月5日、 イギリス及び同盟軍がシュリーランガパトナの平の前に到着すると、ティプスルターンはロケットをシャワーのように浴びせて攻撃した。これはマイソール軍の得意攻撃であった。その夜、コーンボリスはこれに対応するため、彼の陣地からマイソール軍に野襲を仕掛け、幾分混戦が続いたものの、翌6日までにマイソール軍はシュリーランガパトナへと撤退した。 同盟軍は包囲網を形成し、シュリーランガパトナを包囲した、シュリーランガパトナ包囲。同月12日、アバークロンビーが、ボンベー軍と共に到着し、シュリーランガパトナの包囲がきつくなると、ティップースルターンはさすがに講和を申し出た。同月23日、ティップースルターンとコーンボリスは和平交渉を行い、翌24日に和平が、 マイソール王国とイギリスとの間で結ばれることとなった。同年3月18日、マイソール王国とイギリス及びその連合軍であるマラーター王国とニザーム王国との間に和平条約であるシュリーランガパトナ条約が締結された。とはいえ、この条約はマイソール側にとっては非常に厳しいものであった。まず、ティプーすターンは、 和平を結ぶにあたり降伏を認めなければならず、マイソール王国は、イギリス、マラーター王国、ニザーム王国の三者に対し、実にその領土の半分、あるいはそれ以上を割譲しなければならなかった。無論、これらの捕虜は全員解放しなければならなかった。次に、マイソール王国はイギリス及び、同盟勢力に対し、多額の賠償金を支払わなければならなかった。 その額は実に3000万ルピーにも及ぶ高額の賠償金であった。最後に、ティプスルターンは高額の賠償金の支払いを保証するため、愛する二人の息子をイギリスに差し出さなければならなかった。彼は息子らが人質として差し出される際、悲痛な気持ちで見送ったのだという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。